はい、こんにちは、母ちゃんです。父ちゃんです。早い。そうです、おらん。おるおる、うん、はい、今日はですね、はい、何をやるかっていうと、はい、あのビックリマンチョコのね、はい、今新しいのが出てるの知ってますか？また出たんですか？そうなんです。何年出続けてるの？俺、集めることに命かけてたからさ、子供の時。当時ね。ああ、あの、全部すべてを多分持っとったら、うん、マジで家が建つんじゃないの、うん、ぐらいのものをもう全部捨てちゃったっていうね。そう。そうです。いや、だけど分からんからね。ああ。あの、価値が出るとか出んとか、その当時はさ。ああ。やっぱちょっと大きくなってくると、もうこんなもんいらんわとかって捨てちゃうよね。終わっとるわ。そう。で、まあ、今更なんだけど、はい、なんか面白いビックリマンチョコが売ってたので、うん、買ってみました。ですよね。はい、はい、こちらです。はい、じゃじゃん。ごめん、ちょっとビックリマンじゃん。本物のこれが。さすがビックリマン。ああ、ね、今出てるのがこの、はい、天使が悪魔になっちゃったシリーズっていう、はい、ビックリマンチョコです。はい、で、今まで、その天使のキャラだったやつが、あ、痛い痛い、怒ってる。天使が悪魔になっちゃった。うん。ほんとだ。今までね、天使キャラだったやつが、はい、悪魔のキャラクターになっちゃったみたいな。はい。で、ちょっと面白そうだなと思って、おこれをね、10個買ってみました。おで、狙うのは、おまあ、当然、おっと、足で邪魔してます。うん、狙うは当然、あ、ちょ、噛んで、はあ、狙うは当然、はい、あのヘッドロココの悪魔バージョンのなんかすごいプレミアじゃない、レアなやつが一種類あるらしいんですよ、うん、はい、噛んで噛んよ、あのお菓子はいいけど最悪、うん、お菓子はいいな。シールが大事だから。めっちゃくちゃ怒ってるマジで、はあ、で、なんか2種類ね、レアなのあるらしいんだけど、はい、そのヘッドロココのやつと、はい、あと何この里崎智也、あ、はいはい、っていうなんかビックリマン終身名誉 PR 大使らしいんですけど、ああ、まあ、その人のキャラのが2種類ね、レアがあるらしいんだけど、はい、まあ、あのヘッドロココの方が欲しいなと思って、まあそうだね、うん、で、10個ね、うん、開封して出るのかっていうのをやってみたいと思います。そうですね、うん、めっちゃくちゃあのさ、あれの小さい気持ちかったじゃん。あれの匂い取れてない。はい、じゃあもうね、今日はさっさと揚げていきますよ。はい。はい。1個目。ちょっとちょっと、もう見えんて。ちょっと待って。ミルが来ちゃう。こっちで、はい。うわ、見えんのか。お菓子。ウエハース。ウエハースちょっとどかすわ。あ、1個目。うわうわ、え、これ何、レアじゃないのこれ。これレアじゃないよ。これですらレアじゃない。うん。シャーマンカーンのブラックじゃん。うん。だけどこれ、あ、ちょ、いかんわ、見る。はい、1個目はシャーマンブラックでした。これ、ヘッド持ってたわ。しかも、10枚ぐらい。マジで？うん。もったいないね。うん。じゃあ、2個目いきますよ。はい。お、待って、マジで？あ、そのリアクションは。違う違う。いくよ。はい。じゃん。うわ、これまで何、何レアではないの？レアじゃない。いや、これだけど価値出そうなんだけどな、将来これでも出んか。うん。だっていっぱいあるんだもん、多分。ああ、しかもさらに、うん、ああ、天使、元天使しか入ってないんだ、今回。そうだよ。悪魔入ってないんだ。そう。ああ、だからね。うん。で、このさ、名誉大臣じゃなくて、名誉大使、はい、かなんかが選んだキャラばっかりだから、うん、結局昔レアだったキャラばっかり選んだると思う。ああ、なるほどね。うん、うん。名誉大使ね。うん。いらんな。いや、だから結局だけどさ、うちらロココの方が欲しいって言ってるけど、うん、そういうやつの方がさ、将来価値が出るかもしれない。どういうこと？だ、その、この里崎智也っていう人のキャラが
レアキャラがいろいろ入ってるじゃん。だから、うん、俺なんか嫌だなって言ったんだもん、さっき。もっとってなんかテンション上がらんかなって言ったけど。だけど、金になったらテンション上がるかな。やっぱり、U字のびっくりマンシールって言うもんね、今。そうそうそう。うん、U字の金みたいにね。うん、そう、今まあ、何が起こるか分からない時代ですので。はい。やっぱりこういうね、びっくりマンシール集めとかないと。か、うん、ポケモンカードでしょ。ポケモンカード集めれんもん。なんで？火炎で。あ、そうだね。うん。うん、はい。じゃあ3つ目いきます。はい。はい、3個目。じゃん。え？これはヤマト？違う、エルサ、エルサ M じゃん。うん。なるほど。だからいいとこばっかチョイスしとるわけね。そうそうそう。かぶりがない、なかったら嬉しいな。そうだね。うん。せめてね。うん。結構何種類あるんだったっけ？なんか30何種類かなんかあるよ。うん。全種類あったらさ、うん、将来価値出そうじゃない？全種類。だって全種類あったらさ、レアも含むことでしょ？あ、そうそうだよ。うん。そりゃ価値出るでしょ。うん。はい、4つ目。はい。全種類集めるまで買い続けるシリーズやる。あー、いいね。うん。これ結構だって売ってるもんね。うん。いろんなとこで。うん。るよ、はい、じゃん。え、おお、キラキラしてると思った。ああ、ヘッドロココの全身だよそれ。これ、うん、はい、まだあの覚醒前のやつ。うーん、だから顔に飛んだ。うん、ビックリマンシールって何なの一体。何なんだろう、ルーツはどこなんだろうね。もしかしてルーツがない。いやだからロッテが勝手に考えたオリジナルキャラってことでしょ。アニメにもなってたからね。ビックリマンだけど出た後にってことでしょ。うん、日曜日の朝アニメやってて歌まで今全部歌えるから俺。もともとは、はい、本当の初代の初代はなんかわけわかんない、これキャラじゃないビックリマシールだよね。ああ、あれね、うん、めちゃくちゃ初代じゃん、うん、本当の一番最初の初代。うん、あれレアなのかな。レアなんじゃない。ああ、はい、これ5つ目いきます。はい、うん、はい、あー、え、誰ユピテル。知らんし、俺が知らんやつなんてあんのかい。ユピテルってこと。へ、ユーピーじゃないの、釣り岡の。元釣り岡の、もう存在自体消された人。もうなかったことにされてる人でしょ。6個目。はい。しかしあれですね、芝優がね、あやなんとね、デリケートな問題だからさ、うん、あんま触れん方がいい。そう、そうなの、うん、じゃあやめるわ。さすがにやめとく、うん、ぶっ潰されるという感じで、大きな力に。同じ愛知県としてね、はい、あの東海オンエアを応援しないかんしょ。あ、そうだね、うん、あ、まあこっちは名古屋であっちは岡崎なんですけど。いくよ。はい、じゃん。はいはいはい、何が出た。え、スサノオ。へ、知らん。多分俺が知らん世代のやつもあるんだな。スサノオロシ。あ、知らん。いや、私もね、私自身ね、あんまりビックリマン好きなのだよ。そりゃそうでしょ、絶対知らんでしょ、うん、あなた。いや知らん、別に集めてなかった。ドッキリマン派でしょ。ドッキリマンでもない。ドッキリマンもプリメイツ取ったりするんで確か、うん、知らんけど。私はハマっとったのはドラゴンボールカード。ああ、いつも取った。ああ、そんなんよりなんかセーラームーンカードがなんかあのプリメイツ取るらしいね。セーラームーンカードなんか見たことないけどね。ああ、うん、あとセイントセイヤとかさ。ああ、セイントセイヤもあんま知らんな。うん、7個目ね。はい。ちょっと、なんかのんびりやっとるけど、全然でんよ。おぉ。やばいじゃん。7個目。はい。いくよ。はい。じゃん。いやいや。え、なに？カッパじゃん。なに？マテーダンジャック。なんでそいつだけ名前が下に書いてあるの？ほんで。レアかもしれん。ああ、なんか模様がさ、模様が全部レアっぽくてドキッとするし。ああ、やばい、あと3つしかない。へぇ、じゃあこれもう本当に出るまで買い続けようか。ああ、買い続けよう、下手もしんよ。後で買ってくるわ。あれね、8個目。はい、
じゃあこれビックリマンシリーズの第1弾として、うん、これはこの動画は、まだあと3つで出るかもしれない。あ、まあまあそうだね。そしたら第1弾で終わりだよ。あ、そうだね、うん、あ、見えちゃったかい。はい、わー、かぶった。やっぱな、かぶりそうな顔しとるわ。どういう顔なんか。このね、さ、買うのはいいんだけどね、このウェハースの処分が困るのよ。ああ。マジで。太るやん。要はあれでしょう、うますぎて困っちゃうって感じでしょ。9個目。はい。ちょ、もうそろそろ出てほしいな。はい。はい、今日。はい。じゃん。何やねん。おすくい。あれ、ちょっとあとラスト1個。そうだよ。うわ、ちょっと。ラストです。はい。何が出るでしょうか。いや、頼むよ。結構楽しみなんだけど。はい、ラスト。はい。ほい。は？はい、ありがとうございました。待って。ちょっと何そのダサいキャラ。どういうこと？そんなん天使でおんの？何これ？横綱。なんて書いてあんの？金太神馬。じゃあ母ちゃんにお題出しますよ。うん、金太神馬から、じゃあ神を抜くと何？え？こんなん出とったの？どれ？ユピルマヘッド。ユピテル。ユピテルか。ユーピーかい。ユーピーの話題に出たやつかい。一瞬あれかと思ってスーパーデビルに顔似すぎだろ。ダメこいつ。ここになんかゼウスかなんか映ってるの？ゼウスじゃないのこれ。あ、ほんとだ。ブラックゼウスじゃん。しかも。うん、2枚も出たんかい、しかも。そうだよ。ユーピーの文句言うからだ。よし。レアが出るまで、帰れませんね。うん、これは。もうこれ箱で買った方が早かったな。箱で買うわ。ちょっと早かったね。箱で買ってくる俺後で。はい、というわけで、はい、今回はまあレア出ずということで、はい、はい、まあでもまあ父ちゃん的には懐かしい面々が出たということでね。そうだね、うん、まあ本当に U 字のビックリマンシールって感じだったね。でね、ちょっと残念な結果だったんで、はい、また売ってればね、買ってね、うん、出るまで、ヘッドロゴが出るまで、そうだね、やりたいと思います。あ、これでね、うん、毎日ウェハース生活になろうともね。出続けるまで、はい、やっていくぞ。おー、これうちらの昼ご飯だよ。そうだね、うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。おいおい、ビックリマンシール毎日出るまで買う金もねえよっていうそこのあなた、下を見るよりも、上を見て、そこに目指して頑張って生きていきましょう。